X-2X-2 はアメリカ合衆国で開発された超音速実験機。相性はストバスター。製造はベルシャ。1956年に非公式だがマッハ3を記録している。1945年10月、ベルシャはドイツから持ち帰った技術である抗体翼を持った高速実験機の開発をスタートした。やがてこの機体は アメリカ陸軍航空軍の目に留まることとなり、同年12月に XS-2 として、マッハ3.5の超音速と高度4万メートル弱の上昇及び空力加熱について研究を進めることになった。実験機2機が作成されることとなり、1950年11月11日、ナイアガラホールズの工場において、先に2号機が完成した。 空中母機の開発遅延により1952年から滑空試験を開始した。1953年5月12日、2号機による初の動力飛行が計画され、母機 B-50A に搭載、オンタリオ古城クルにおいて試験が行われることとなった。しかし、母機からの発進前に爆発、母機は帰還できたものの試験機は失われ、ベル社のテストパイロット、 ジーン・ジー・グラート観測員1名が死亡した。また、1号機は1955年11月18日から動力飛行を開始した。1956年7月23日の9回目のフライトでフランク・エベレストの操縦する1号機は時速 3058km の速度記録を樹立。1956年9月7日の12回目のフライトでは アイブン・キンチェローの操縦により、高度38,376メートルに到達した。1956年9月27日の十3回目のフライトにおいて、ミルバーン・アプトが2,178マイル毎時を記録するが、機とに操縦不能となり、機体から脱出カプセルは分離したものの、アプトはカプセルからの脱出が間に合わずに死亡した。機とも事故で失われたため、 実験は終了した。X-2 は40度の抗体核を持った水平尾翼と主翼を装備する。耐熱性を考慮し、機体には、ケーモネルと呼ばれるニッケルと銅の合金が使用されている。また、機種切り離し型の脱出装置を備える。エンジンとして、カーチスライト製 XLR25 ロケットエンジンを一気装備。酸化剤、燃料には液体酸素、 アルコールを用いている。降着装置は前輪とソリである。X-2 は空中墓機 EB-50 の胴体下に添加されて離陸し、空中にてボ機から投下され、ロケットエンジンに点火後、実験飛行を行う。X-2952 年6月27日から1956年9月27日において2機で、 合計20回の試験が行われた。ありがとうございます。